国会では衆議院の予算委員会で補正予算案をめぐり審議が始まりました。参議院選挙を控え政府与党は波風立てずに乗り切れるか、野党は存在感を示せるかが焦点になります。中継です。岸田総理は与党の質問の機会を通じ外交の成果のアピールをした形です。閣僚レベルをはじめさまざまなレベルでこの核抑止に対するこの信頼を日米間で引き続きこの確認をしていく、信頼を維持していく、こうした努力を続けていきたい。岸田総理は核の傘を含む軍事力で日本を守る拡大抑止について日米首脳会談で改めて確認するなどの成果を強調しました。政府与党としては高い支持率と直前の外交成果を追い風に審議を安全運転で乗り切りたい考えです。午後には立憲民主党の泉代表が質問に立ちます。ただ与党幹部は野党も攻め手がなくこのまま与党ペースで進むだろうと余裕の構えです。